はい、mail.com です。もぐちり本日はですね、本当に最後の最後の最後、2020年購入品紹介最後になります。いやマジで今年コロナで何もしないで終わったから、なんか最後っていうのが本当にピンとこない年だなっていう感じなんですけど、これが最後になります。今回はですね、 TAT さんの方で購入させていただきました。ぜひね、私が今後12月に動画でやっていくことだったりっていうのも含まれているので、もしよければ最後まで見ていっていただければなというふうに思います。まずはこちらですね。こちらビューティーネイラーさんが出しているロングラウンドクリアの4番ですね。こちら全部で3つ購入させていただきました。このロングラウンドクリアの4番っていうのは、私が動画内でネイルアートをしたりだとか、そういう時に基本的にこの4番を使わせていただいてます。実際にサロンに並べるチップとかだと5番綺麗に見えてやりやすいんですけれども、ネイルアートとかだと5番だとね、こう結構なんか細かいところとか見えにくかったりっていうのがあったので、私は4番を動画内では普段使わせていただいてます。で、まあ、なくなっちゃったっていうのもあるし、結構使うなっていうのも最近思ってるので3個購入しました。あ、ね、そうだ、忘れてた、 Amazon で購入しました。こちらネイルケア、こちらネイルディスプレイホルダーっていうね、私が使っているのと同じタイプのこういうやつですね、購入しました。本当に見ないで買い物するので、もういつもね、買い物のミスめちゃめちゃあるんですけれども、4個入りのタイプ買ってしまいました。見えますかね、ここ割れてるから、ここがうまくこうロックされなくて簡単にね、外れちゃう。でも私今使ってるもの持ってて、この汚い部分をね外して、ちょっとね古くて汚いんですけど、こっちにこの新しい綺麗なものをつけてはまりました。古いものも捨てずに、プラスチックなんで多分ね割れやすかったりとかもあるので、まあ、こういう部分はねちょこっとこんな感じでなんかやりながら使っていければいいかなと思います。これめちゃめちゃマジで便利なんでね、4連だったんで、私はねこの古いものもあるんで全然4連で十分だなって思ってます。こちらピアドラというメーカーさんが出しているクラッシュシェルとエメラルドです。クラッシュシェルって正直ネイルだと、まあ、これからの時期もあんまり使わないし、サロンの方でも正直そんなにクラッシュシェルっていっぱい出るものじゃなくて、結構在庫残ってるっていう方もいたりとかすると思うんですけれども、で私ねちょっとね動画でちょっとレジンをやりたいなと思って、レジンの中にクラッシュシェル入ってたら可愛いんじゃないのかなと思ってこちら購入しました。エメラルドとサファイアっていうことで、こうやって見てもらうと分かると思うんですけれども、サファイアの方がちょっとくすみ系で大人っぽい感じで、こっちのエメラルド、これはねちょっと明るい感じで夏っぽい感じがするなっていう、どちらも夏感があるクラッシュシェルになっています。で、まあ、あとはこのシャレドワさんが出しているスポンジバッファーですね。こちら100-180グリッドのもの2本購入しました。あとこれ、これはねずっと欲しかったの、こちら、このネイルプッシュは多分ネイリストなら誰もが見たことがあるもの、宇都宮さんというメーカーさんが出しているものになっていて、ここの持ち手の部分がゴムになっていて、そんなに力を入れずにプッシュアップすることが可能なものになっております。でネイルプッシャーって、今まで使ってたネイルプッシャー、私、ネイルエキスポかビューティーワールドか行った時に、そこにたまたまあったお店のものをですね、たまたま触らせていただいて、でこのプッシャーめっちゃいいじゃんみたいな感じで買ったもので、どこのメーカーのものとか特になくって使わせていただいてたんですけれども、最近はこう結構マシンでネイルケアしてしまうことが多かったので、初心に戻ろうじゃないですけど、やっぱりねネイルプッシャーを使ったネイルケアっていうものが、まあ、世界で一番綺麗にネイルケアできるとは思っているので、こちらのネイルプッシャーを購入させていただきました。宇都宮さんのネイルプッシャーちょっと値段が高いんですけれども、このねプッシャーの部分の綺麗にこう隙間に入るというか、すごく扱いやすいみたいで、今からもうワクワクドキドキが止まらない。次はこちらですね。こちらはちょっと2個ともレジンになっています。UV レジン、ハードタイプ、ハードタイプ、
どちらも 25g のものですね。メーカーが違うものを2種類購入しました。どのメーカーがいいのかっていうのとかをちょっと動画でやりたいなと思っていて購入させていただきました。あのレジンも調べるとかなりいろんなメーカーが出てきて本当にどれがいいのかよく分かってないんですけど、ちょっとねいろいろ今後はあのレジンもやっていきたいなっていうことで今回購入しました。で最後が欲しかったんですよ。これこちらプリクシースパークルフラッシュグリッターのフラッシュグリーンです。これは最近話題のフラッシュを焚くとこうペカってなるやつです。これねちょっとずっと欲しくて、でプリクシーさんが出したということでですね、私ちょっとまとめて4色購入をさせていただきました。なのでこれはちょっとね後日動画で、なるはやで皆さんにご紹介したいなっていう風に、ね、思っております。ハッピーバースデーということで TAT さんからいただきました。外出先での応急処置に携帯できる衣類用シミ取り剤だそうです。で墨汁とか顔料インクは落ちないけれども醤油、ケチャップ、ミートソース、ジュース、コーヒー、ソース、口紅、ファンデーションなどには使えるっていうねシミ取り剤いただきました。シミ取りって全然あのなんだろうな、私持ってなくて、まあね私結構あのボロボロ食べこぼしするタイプなのですごい嬉しいです。ありがとうございます。という感じでね、もう今年最後に買ったものこんな感じかよっていう感じなんですけれども、まあ、今年最後にねこう気になるものが買えたっていう部分が自分の中ではすごいいいかなっていうふうに思っております。ちょっとねフラッシュグリッターは私普通に自分の手にも使ってみたいなっていうふうに、ね、思っているので、こちらはちょっとなるはやで皆さんにお届けできればなというふうに思います。本日紹介させていただきました商品ですね、概要欄にリンク貼っておきますのでそちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイルドットコムでした。